この時間は番組からプレゼントのご案内です。今回のプレゼントは G1 キュープラ杯のクオカード、そしてこの G1 キュープラ杯の T シャツ、それぞれ10名様にプレゼントいたします。どちらのプレゼント欲しいかを必ずお書きの上、川口青木 5-21-1 川口青とプレゼント係までふるってご応募ください。20日木曜日の決心有効となります。皆様からのたくさんのご応募お待ちしております。今気づいたんですけど、あの T シャツ、ここにキューコラ杯とね、入ってますけど、あの短縮してキューピーカップって書いてるんですね。そうですね、キューピーカップって聞くと可愛い感じがしますね、うん、なんとなく真夏の最低なんですけど、ね、そうですね、はい、はい、さあ疾走路の戦いとなりますけども、ここは本当に楽しみな、準決勝戦となりまして、人気は三つ萌え戦変わっていないようですが、荒尾選手がね一番人気、ここは上位の3人にかなり人気も集中した戦いですよね、コース争いも注目となりそうです、はい。川口のアメコフ社、大木選手も人気ですが、やはりここは荒尾選手、高橋貢ぐ選手と人気集まりました。斉藤哲司選手へメッセージです。枠なりスタート決めて優勝戦目指して頑張れとヨッシーさんから、大木選手1着目指して頑張ってください、爆音モンキーさん、内山選手6周回攻めの走りで明日の優勝戦に勝ち進んでください、カズさん、それ以外にもたくさんのメッセージ皆様ありがとうございます。11レースです。実況でお楽しみください。豪雨も通り過ぎまして雨は上がっています。水気は引いた疾走路のコンディションとなりました。コースの効き具合も変わってきたでしょうか。3つ目の準決勝戦、11レースも10メートルオープンです。ファンで重くなった福村忠則、斉藤哲司、笠木義隆、大木光、内山隆秀、池田正和、荒尾聡、そして高橋貢です。雨といえばやはり荒尾聡、ここは試走タイム71の1番時計、流れも来ているでしょうか。人気の中心です。荒尾の外、高橋のその動き、さばきも注目、そして地元期待は大木光、今日はバースデーです。誕生日に輸出を決めることができるかどうか。11レースの発走でございます。ブルーランプ消えています。3秒前、3つ目の準決勝、11レーススタートしました。さあ誰が行く、笠木がやはり行ったか、笠木好スタートを切った、斉藤も悪くないスタートだ、外目から6番池田が行く、潜り込んでくる荒尾、外を回っている高橋貢、高橋は豪快に外を選択か、さあ2番手と4番の沖がじわっと上がっていく、荒尾も同じコースを通って上がっていく、開けてくる高橋、高橋は外ブーム回し走法で上がってまいりました。ここで笠木を捉えたか、大木光が先頭、さあ高橋が降りていく、高橋のまくり、大外ただ一人違うコースを通って8番の高橋が上がってまいりました。さあ高橋がこの後どのように大きに迫っていくのか、外外を回っている8番の高橋、これはコース取りからしても面白い競争になりました。荒尾がちょっとこの2人から置かれて現在3番手になっています。荒尾がやや劣勢に見えています。突破路線は内を回る大きに対して、アウトコースから高橋見つぐ、さあ高橋が大きに対してどのように襲いかかっていくのか、明け明けは高橋見つぐ、内が大きい光であります。さあこの2人が先頭になったを固めたままこのまま終盤戦まで行くんでしょうか。荒尾が3番手、荒尾が今日は伸びあぐねている、現在3番手、前の2人とはやや離されてしまいました荒尾であります。さあ突破の際はまだまだ開ける、まだまだ開けていく、高橋が大外を分回しています。1コース大きい外高橋、この2人の争いは果たしてどちらに軍配が上がるんでしょうか。優出権はもう2人で決まったか、荒尾は泣きが入ったか、3番手車間が空いたまま3番手変わりません。さあ高橋対大木の攻防がまだ続いている。ちょっと滑った大木、それでも先頭キープ、ブルーフラッグ残り1周回、さあ高橋が最後にどんな技を繰り出してくるんでしょうか。大木が先頭、外開ける、
8番の高橋でありますが、大木ががっちりと打ち固めて先頭キープ、高橋2番手、最後は外から開ける高橋ですが、インコース大木光るバースデーゴールでファイナル進出か。自分のコースを走り続けた2人、大木と高橋、自らの誕生日を準決勝戦の勝利で飾った大木光、高橋2番手、荒尾は伸びあぐねました、3番手、人気の3人では決まりましたけれども、この2人が抜きん出ていました。地元勢と伊勢崎勢の優劣が続いています準決勝戦です。11レースをご覧いただきました。12レース試走が終了しました。ここも10メートルのオープン戦です。よくもまあたくさんアメコーシャを集めましたねというような12レースメンバーですね。特に岡部選手から外みんな乗りますね。いや岩田選手以外は皆さんアメコーシャとして知られる選手なんでしょうかね。1着4番、2着8番、3着7番以上でございました。11レースの確定です。11レースは1着4番大木光、2着8番高橋貢、3着7番荒尾さとしでした。1着になりました大木選手、競争タイム 3.733 これで通算351勝目を挙げています。大木選手1着、そしてお誕生日おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝単式4番8番1000円ちょうど5番人気、2連勝複式は4と8の組520円、3番人気、3連勝単式4番8番7番1620円7番人気、3連勝複式は4と7と8の組で160円、1番人気でした。その他の掛け式の結果はそれぞれご覧の通りです。いやー、まあ、やはり人気3人で決まったわけですけれどもね、大木選手がもうしっかり打ち固めて、三菅選手は対照的に大外となって、うね、もう 800m ぐらいで回ってるような感じでしたよ ね、 ですよね、はい。まあ、荒尾選手がちょっとそこからはね離されてしまったんですけどもね、はい、もう本当に結果的に言うと、うん、自分の好きなコースを走ってたもん勝ちという感じだったんですかね、まあ、そうですね、はい、はい。いやしかし大木選手誕生日のゴールですから、これは嬉しいでしょうね、はいはい。地元と伊勢崎勢しかここまでは乗っていないというね優勝戦になりま す、 す、ね、さあ今度は35度、だいぶ下がりましたね。ご覧の状況です。ウィニングランご覧いただきましょう。今日は誕生日でもある大木選手です。そこからニコニコが分かるんですけどいやこれはもうパフォーマンス楽しみですねあ、そんなでもなかった、クールでしたそうですね、なんとなくもうイメージがありますから、はいまあ、川口の元気印ですから、いいです、しょうがないですよ ね、 はい。誕生日に準決で勝つというね、うん、なかなかできることでありません。あ、投げキスですか。いや大木選手は投げキスはしないと思うんですけどね。投げキスはなかった、ね、ちょっと影でそう思いましたけど、まあ、G1 に関しては今年ありがとうって言ってる。そうですね、うん、はい、シルクカップ以来の G1 の優勝戦ということになりました。地元の記念で優勝を決めたというね、その喜び、いいですね、ファンの皆さんも、ね、大きな拍手で迎えてますねちょっとなんで笑っちゃうんでしょうか、はい、高橋貢選手を抑えてね、はい、見事1着となりましたので、これまた価値がある、優勝戦だと思います。この後高橋貢選手と揃っての優勝インタビューということになります。今後ろから貢選手も来ていました。いや本当にコース取りもね対照的で見応えのある準決勝戦でした。まあでも高橋選手もしっかり乗ってくるあたりはもうさすがとしか言いようがありません。すごいですね。地元ファンの皆さん大歓声を受けて大木選手が登場です。そして三菅選手も続けて登場。それではインタビューです。そして2着に輝きました高橋三菅選手です。どうぞお越しください。大木選手、高橋選手です。まずは大木選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ
優勝戦進出もそうなんですけれども、お誕生日でもあるんですよね。34歳になりました。ありがとうございます。おめでとうございます。嬉しい誕生日プレゼント、はい、ご自身へのプレゼントとなりました。今のお気持ちいかがでしょうか。嬉しい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。さあ今日は出走路での戦いとなりました。ご自身では道中いかがでしたか。いやもう水久さんがもうすぐ隣だったんで、もう6周回覚えてません、はい、優勝戦進出決めました。明日に向けて作業はこの後されますか。何もしない予定ですわ、はい、かりました。では、はい、強い意気込みはこの後伺うとして、まずは高橋選手にもお話を聞いてみたいと思います。高橋選手、優勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちから伺いたいと思いますが。嬉しい気持ちでいっぱいです。さあ道中レース中はいかがでしたか。そうですね、もう内と外でかなり離れてたんですけども、ゴール戦まで、どちらが先に行けるかなと、まあ、計りながら走ってたんですけども、さすがに、誕生日ということで心気持ちの強さに負けましたね。素敵なプレゼントを送っていただいたんですね。明日はいよいよ優勝戦です。そうですね、明日もう誕生日じゃないみたいなんで明日はぜひもう一回雨でできればリベンジしたいですねではファンの皆様に向けてもぜひ一言お願いします。はい、今日以上に明日も熱いレースをしますので、ご声援よろしくお願いします。高橋選手にお話を伺いました。それでは再び大木選手にマイクをお持ちいただきまして、地元ファンの皆様に熱い気持ちをどうぞ。明日は誕生日じゃないので、晴れたらちょっともしかしたら成績悪いかもしれませんが、最後の最後まで雨乞いしてゲリラ豪雨待ってますので、皆さんもゲリラ豪雨待ってください。お願いします。おめでとうございます。第11レース1着大木選手、2着高橋選手にお話を伺いました。おめでとうございます。いやー、いいインタビュー。大木選手のその迫力というか勢いに対して、三嗣選手のあのうまいねテクニックの、さすがですね。さすがですよね。あの辺りが112番、うまいですね。はい、そして抽選の声がすごい聞こえるという、はい、大木選手の声多分結構響き渡ってるんじゃないですか。ね、マイクいらないような気もしますけど ね、そうですね。元気いっぱいでしたが、はい、喜びいっぱいでしたね。お誕生日おめでとうございます。はい、本当に嬉しそうでした。さあ大勢の選手がいるということなんですよ。はい、うん、すごいたくさんね女性選手はね、今 CM にも出てくださいました、はい、マス選手や、はい、片野選手なんですけど、それ以外にもご覧のたくさんの選手が来てくださる予定だということです。まあ川口のねお祭りですから、なんといってもいろんな選手で盛り上げたい気持ち、各選手同じだとは思いますけどね。はい、これだけ参加すれば新人の33区の選手も、はい、たくさんというか3選手ともに参加するということです。はい、ということでこの時間帯はですね、ロッカーにたくさんの選手が来ているようですよ。あら、お願いします。第39回ダダダ祭り、イエーイさあ、ダダダ祭りの告知にやってまいりました、はい、吉原さん、はい、田辺さん、はい、何か聞きたいことありますか。任せます。なんか聞いてほしいな、てか、青木春さんどうしたんですか。誰ですかそれ、分かんないあのちょっと聞こえないですけど、絵置きです。絵置き、世界の絵置きです。失礼しました。お隣の方はあの有名なあのサンシャイン池、違うな、誰さんですか。一回ねスタジオにもご登場いただいたことありますよ ね、 ね G1 取った直後に、ね、はいはいはい、はい、すいませんけど、はい、タダラ祭りのことをあ、そうですね、お願いします、はい、お願いします。タダラのことですね、はい、あのチャリティーオークションをやらせていただきます。お、待ってました。はい、でその中でですね、ナンバーワン勝負服、はい、あ、これ今競争者、いきなり競争者から出ちゃいました目玉です。フェンダータンクは新品付けております。え、これ競争車オークションかけるんですか。はい、丸々1台、そうですね、あのエンジンはかからない状態なんですけども、うん、あのはい、丸ごと1台、あの、まあ、展示用にあの買ってくださる方がいたらいいなと思って用意しました。これは売れるでしょうね。あの、はい、ナンバーワン勝負服中村選手のやつと、はい、あと永井選手のナンバーワン勝負服も、はい、
やらせていただきます。そうなん、これ何番勝負区っていうのは僕らももらえないもので本人しか持ってないものなので、すごい非常に貴重なものだと思います。はい、すごい。なんか、ね、変な声が聞こえましたけど。え、でも今あれですか。今ですね。はいはい。はい。あのオークションももちろんあるんですけど、今回もう一つ目玉がありまして、はい。タンデム。あの二人乗りの。はい。これ待ってましたよ。これです。タンデム。世界初ですよ。これあのハンドル二つ。AOK さんが作られたやつですよね。はい、AOK が作りましたこれ。はい。で、ホールド感も抜群でもですね、はい、あの気をつけていただきたいのがこれ1台しかないんですね、うん、オートレースのバイク、タンデムバイク3台、稼働するんですけど、そのうちの1台だけなんです。なんで、ちょっとその順番で選べないところはあるんですけど、ご了承ください。それあの、はい、タイヤ交換はどれくらいの周期ですか。タイヤ交換しなくていいのか。大丈夫です。大丈夫なんですね、はい、右に決まんないようにしっかり整備してあります。最後まで、ね、ちょっと青木選手のキャラがわからないんですけど、はい、あの若井さんにお願いします。はいはいはい、はい、まあ、とにかくですね、例年以上に今年も盛り上げていきますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいなと思います。確認なんですけど、はい、さっき の競争車をはじめオークションに出るものは川口オートミュージアムに今回展示されているということですね。そうですね、あの飾ってありますので、うん、ぜひ本場に来られる方はですね、見ていただきたいなと思いますしですね、あとまあ詳しくはですね、あの川口のホームページにおそらく載ると思うので、はい、ぜひ皆さん見てください。いやー、これは楽しみになりましたけども、すごいですよ。で、皆さんも参加されるんですよね、そのハッピー姿で当日。そうです、頑張ります。本当ですか。あれ、あ、それじゃあ、たたら祭りに来てくださいね。待ってまーす。ありがとうございます。ちょっと下の選手たちもちょっと絡みたかったの。そうですね、最後の最後に登場しましたけれどね、はい、いやー、それにしても競争車が出るということで、すごいですね。エンジンはかからない状態、まあこれはね、はい、ちょっと当然かもしれませんけど、でも全く同じ大きさですから、いやー、レオオートレーサーの皆さん、家に飾れたらもう、うん、みんな呼びたくなりますよ。これ自慢できますよ。オークションなので、もちろん値段釣り上がると思うんですけども、はい、私あの選手がすごく苦労して作ってる姿も見てますので、はいはい、それをちょっとでもね、皆さん理解していただいた上で入札をしてほしいなと思います。あのフェンダーなどもね、新品のものを今回用意したということで、はい、すごく苦労されて作っていましたので、そうですね、はい、ぜひゲットしていただきたいと思います、はい、この時間で12レースは締め切りとなりました。このレース、そして本日もたくさんのご投票ありがとうございました。さあ、いよいよ、そしてですね、あのたたら祭りも参加する33期のデビューが迫ってまいりました。そうですよ、たたら祭りの前に、はい、明日ね、そうです、まずはおそらく普通に紹介されるかとは思いますけれども、8レース発売中、走路内で33期生の紹介式を明日行います。ぜひ皆様、泉田俊介選手、稲川誠也選手、黒川恭介選手にたくさんの声援を送ってください、うん、その3選手は今度の開催からのデビューとなります。まあ、今シリーズも練習参加ということで、はい、おそらく夕方夜練習と皆さんご覧になっていると、最後の方に、ねね、出てきて走っている姿を見るかと思います、はい、うん、今回のネームプレートが非常に分かりやすくなってますよね。名前が多くなってて、大きい長方形のネームプレートで、あれは一時的なものなのか、これからどんどんそういうスタイルになるのかちょっと分からないんですけれども、非常に分かりやすいです、ね、あれがいいと思います、うん、分かりますもん、シンプルで、なのでこの3選手に皆様たくさんのご声援をお願いいたします。たたら祭りにも登場するということ で、ね、どんな役割を果たすのかね。多分何も聞いてないと思うんで、多分ドキドキビクビクしてると思いますけれども、はい、まあ、まずは大事なね、本業のレースの方で、そうですね、明日紹介式、うん、そうですね、うん、そちらもご期待ください。さあ、キューパラハイはいよいよ優勝戦のコース率は2つとなりました。準決勝戦最後のレース発走です。この後は第12レース8号車1番人気876で 6.8 倍、875 7.1 倍、872 8.1 倍です。4つ目の準決勝戦第12レースとなります。ここからは実況でお楽しみください。
最後の準決勝戦もやはり疾走路の戦いということになりました。ここまでは地元勢と伊勢崎勢が優勝を決めています。最後2つの椅子は誰と誰がゲットするのか。最後の準決勝戦 10m オープン、最内が鈴木清、平田正孝、岩田博臣、岡部聡、西原智明、田中茂、金子大輔、そして永井大輔です。明日の優勝戦、今のところ西日本勢と浜松での名前がありません。ここはそのあたりも期待が集まるところでありますが、人気は外の2人、永井大輔、そして金子大輔の両選手人気となっています。試走タイムでは他を圧倒しました。すんなりとワンツーで決まるのかどうか。12レースの発走でございます。ブルーランプ消えています。3秒前、最後の準決勝12レーススタートしました。内目からは平高、3番の岩高、岩田博美、好スタート。鈴木芳を叩いて岩田博美が行った。5番の西原、好スタート。6番の田中茂、大外から長井のかました。3番の岩田に引っかかったのは鈴木芳、長井のかまし、大外からのかまし、長井、ピンクの先行が一気に先頭に突き抜けていきました。長井大輔が踊りながら先頭に立った。金子が続いていく。もう金子も2番手上がったのか。6番の田中茂が食らいついている。田中茂本番は外目のコースを走っている。3番の岩田博美も3番手、内々で頑張っています。田中と並んでいます。その後ろに5番の西原智明、4番の岡部が続いている。思想隊の8番の毛穴校舎の岡部でありますが、本番も精彩変えているのか。後方から 2,3 番手、8番長井、そして7番の金子、この2人がやはり抜け出しました。長井はあっという間に先頭に立って金子以下を突き放しています。6番の田中茂も3番手で健闘。その後ろ3番の岩田が内々回っているんですが、離され始めています。前の3人が抜け出しました。このまま決着を見るんでしょうか。一気にいった長井が先頭、金子大輔、差を縮めることができるかどうか。残り2周半を切っています。3番手田中茂も車間は空いたまま、前の3人外枠勢上位独占して残りは2周回。川口記念でも疾走路で優勝戦で圧勝でした8番長井、外が効く疾走路は得意としています。長井が先頭です。金子大輔2番手の位置、復帰後これが記念は初めての優勝戦ということになりそうか。田中茂が3番手ですが車間が変わりません。ブルーフラッグ残り1周回となりました。圧倒的な競争を見せる長井大輔、2番手金子大輔は昨年のあのスーパースター王座決定戦以来のG1 以上の優勝戦ということになりそうだ。3番手が田中茂、3連単最終レースは1番人気ガチガチの決着でゴール。圧倒的なパフォーマンスを披露しました永井大輔。両大輔のワンツーとなりました。金子2番手で優勝を決めています。3番手田中茂、最終レースは3連単1番人気の 6.8 倍、3連単87は 1.7 倍という非常に固い決着ということになりました。最終レースからは永井、金子、人気両者が輸出を決めたようです。最終レース実況でお送りいたしました。2コーナー審判員から赤畑啓示がありました。お手持ちの投票券大切にお持ちいただきたいと思います。第12レース、ただいま2コーナー審判員より反則審議の赤旗が上がりましたので審議いたします。なお審議対象者は3番車でございます。アナウンスがありました通り現在審議中となっています。上位着に関係はありませんので先に確定するものと思われます。876、1番人気となったようです。確定の放送入りますまで今しばらくお待ちください。876、最終レースは1番人気ですね。そうですね、ということは、2連単も 1.7 倍ですから、ファンの皆さんはおそらくですけれどもね、たくさん当てられた方も多いと思います。これは明日にもつながると思いますので、どうぞ明日も、ご投票の方お願いしたいと思います。審議対象者が3番の岩田博美選手、スタート行って頑張りましたけれどもね、そうですね、審議となっています。序盤戦のところですかね、板橋さん。はい、スタートして2の立ち上がりですね、
あの3号車がちょっとね、滑ったんですよね。で1番がちょっと引っかかるところですかね。第12レースの確定をお知らせいたします。1着8番、2着7番、3着6番以上でございました。12レースの確定です。12レースは1着8番永井大輔、2着7番金子大輔、3着6番田中茂でした。1着になりました永井選手、競争タイム 3.688 でした。これで1009勝目となりました。永井選手1着おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝単式8番7番170円、2連勝複式7と8の組140円、3連勝単式8番7番6番680円、3連勝複式6と7と8の組500円、3番人気でした。その他の結果はご覧の通りです。いや、それにしても永井選手の攻め早かったですね。いや、外も十分もう効いてましたね、うん、だんだんこう周り、はい、たんびにね、走るコースが少し水気が、ね、なくなってきてましたけどね、はい、そうですね、2着金子選手も、まあ、あのスーパースター以来ね、はい、あのまあ、復帰しても5、6節目ぐらいでしょうけれども、記念は復帰後初めての優勝戦ということになりまして、まあ、役者が戻ってきたかなという ね、そんな感じもあります、はい、ウィニングランです。見事勝利、はい、2日目に続き勝利となりました永井選手です。永井選手、まあ、2日目はね、両走路できっちり勝ったわけですが、今日は疾走路でも、まあ、勝ち切りました。あ、笑顔ですね。大きな声援が飛んでいます。すごいですね、うん、男性ファン、はい、結構のぶとい声の声援が ね、飛んでおりますけれども、いいね、永井さんのこと大好きですからね、大人気です。はい、さあ明日は9ポイハイの優勝をかけての戦いということになるわけですね。で何連続優勝ですかね、もう。もう6とか、いや、もっとじゃないですか。7とかですか、ちょっと正確にね、また調べますけど、今年の優勝は12回ですけど、はい、うん、で当然皆さんご存知の通り連続 4V をしております、うん、ありましたもんね、はい、本当に充実一途、強い永井選手が帰ってきたという感じがいたします。金子選手のただ優勝を喜んでいる浜松のファン、全国のファンも多いと思いますね。そうですね、ですから、まあ、川口と伊勢崎のメンバーが非常に多い中で、浜松からは金子選手が乗ってきたということになります。これで優勝戦は伊勢崎4名、川口3名、浜松1名、伊勢崎の多さが非常に際立つという感じですね、うん、15分になるんですかね、どうでしょうか、うん、まあ、五十嵐選手が、はい、優勝してますから、その可能性もあるかと思いますね。8号車、7号車、まあ、そのレースで実力上位と残される2人がしっかりとここはね、結果を残したということになります。ではインタビューです。進出を決めております。そして2着で優勝戦進出決めました金子大輔選手です。お二方おめでとうございます。まずは永井選手にお話を伺ってまいりたいと思います。優勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。人気に応えての勝利、まずは今のお気持ちから伺いましょう。いや、まあ正直すごい、あの、自分から嬉しさんで、まあ、緊張はしましたけども、まあ、あの、でも雨降って本当乾き気味の時はうちしか効かない走路なんですけど、なぜかちょっと外側がすごい効いてたんで、まあ、本当になんか天も味方してくれたのかなと思います。この後優勝戦に向けて作業はされますか。ちょっと朝だけだと昼の練習とかだとちょっと分かんないんで、まあ、昨日の夕方の、あ、夜の練習がすごい良かったんで、まあ、そのままでいきたいと思います。それでは強い意気込みはこの後伺いますとして、続いて金子選手にもお話を伺ってまいりたいと思います。永井選手、マイクをお願いいたします。金子選手、優勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、その手応えから伺っていきたいと思いますが、いかがでしたか。そうですね、ちょっと伸びがもう一つなんですけど、はい、悪くはないです。実際のレースの手応えはいかがでしたでしょうか。まあ、永井さんと同じようなところ走りたかったんですけど、ちょっとそこまでのエンジンがなかったんで負けてしまいましたね。準決勝戦踏まえまして気になるところはありますか。そうですね、伸びから流れ込みがやっぱり足りないので、そこだけ出れば、はい、いいと思います。明日はいよいよ最終日優勝戦です。最後に一言どうぞ。今日負けた永井さんに明日勝ちたいんで応援よろしくお願いします。それでは永井さんにもお話伺いたいと思います。最後に意気込みをどうぞ。
去年の賞金稼ぎ金国に負けたんで、ここでしっかり差をつけたいんで金国に勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。お二方に伺いました。永井選手、金子選手でした。おめでとうございます。お聞きいただきました。ではその12レース振り返ります。去年金子選手の方が稼いでいたんですかね。そうですね、はい、スタートでもここは金子選手よりも行きました、はい、永井選手が。永井選手がね、いいスタートしたんですね。そうですね、ここで滑っちゃって、ね、そこに邱選手が引っかかったり、はい、ここの審議ですね、はい、永井選手、まあ、恵みの走路だったと話していて、はい、外が引いてくれたと。そうですね、はい、まあ、確かにこういうふうに水気がなくなってきた疾走路の場合は川口結構内がね、ペースが多いんですけど、外の方が良かったこともまあ味方したかなと話していました。で金子選手は同じようなコースを走ってみたかったけれども、そこまでの記録がなかったと。そういうものなんですか、気力面で。やっぱりそうですね、やはり足も良くないとね、はい、伸びていきませんからね、その辺が足りてなかった。そうですね、はい、田中茂選手も思想よりはちょっと外目走ってましたかね、はい、そうですね、結構外走ってますね、はい、ちょうどこう見た感じ、水気のない一番ないとこ走ってますよね。そうですね、確かに色を見ても、はい、うん、そういう部分なんですよ ね。これが周りに出すたびに、うん、あんまりインコースだとまだ濡れてますからね、ええ、ちょうど良かったんじゃないですかね。まあ、別の競技でいうとグリーンベルトじゃないですけどね、ちょうどいいところを、そうです、ね、はい、走っていて、なかなか、うん、インコースの方が濡れてますよね。黒っぽいですもんね。ですから皆さん同じような似たようなコースを走って、ね、なかなか車間は縮まらないと、はい、このままですよね、うん、はい、最後は固い決着ということになった準決勝戦です。ということで、準決勝戦12レース振り返りました。では今日のレース結果をおさらいしました。それでは勝ち上がったメンバーを確認しましょう。9レースからは早川選手、吉原選手、10レース新井選手、五十嵐選手、11レース大木選手、高橋光選手、12レース永井選手、金子大輔選手です。まだハンデは分かりません。そうなんですよね、まあ、8周回 4100m の戦いですが、まあ、10オープンなのか、まあ、まっさらのオープンになるのか ね、どちらかだとは思うんですけれども、まあ、伊勢崎勢の名前が高橋さん多いですね。そうですね、強いですね。そうですね、地元も3人乗ってきましたけれどもね、まあ、今日はバースデーゴール大木選手のレースも見事でしたけれども、はい、まあ、永井選手もしっかりと結果を残して、まあ、金子選手のこの、まあ、復活気味のこのねファイナルというのも嬉しいところです ね。いや、いいメンバーになりました。明日入賞戦楽しみ。天気はどうですかね。36度まで上がるということです。1日を通して 20% の降水確率です。36度、うん、厳しい暑さになりそうですが、それぞれ急パラという感じもありますからね、ぜひ本場にもお越しください。永さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。